今回もご覧いただきありがとうございます。猿に代わって説明します。今回はコーナンで買った LED ランタンをオイルランタン化するのか。うん、そのつもり。前回の動画を見てない人は何のことがわからないと思うので、前編から見てね。便利さで言えばね、もう圧倒的にキャンドルランタンよりもあの LED ランタンだと思うんだよね。オイルランタンとかね、キャンドルランタンとか、やっぱりあの実際の燃料、あの燃えるものを使うっていうのはね、炎の揺らめきがね、やっぱりこう、うん、見てて楽しいしね、あの癒されるんですよね。ぼーっとマッチ吸って見てるだけでもね、シーンとするもんね。やっぱり、うん、そういう意味では LED ランタンよりもね、リアル炎が好きな人にとってはね、これはやる価値あるかなっていう感じだと思います。前回の動画の予告でセリアのハンギングステンレス泡ボトルホルダーを使ったんだけど、あれはやっぱりやめた。え、なんで？オイルボトルが傾くので安全面で課題ありそうだし、見た目も好きになれなかった。それからセリアのボディ缶ケースを使えば、亀山のプチボトルがぴったり収まるし、サイズも本当にぴったりだったんだけど、残念ながらグローブガードが外れないので、ガードの内側に入れることができなくて諦めざるを得なかった。そうなんだ。で、これは何の映像が流れてるの？アルコール燃料で炎を灯したいという猿の執念をみんなに見てもらおうと思って。そんなのどうでもいいから、何を描いてるか説明して。そうだな。半径43ミリの円を描いて、円の中心を通る2本の直線を引くんだ。なんか高校の時の数学の授業みたい。で、中心から25ミリのところに直径と平行な線を2本描いて、円との交点を見つける。なんか難しそう。あとは写っているような円をコンパスで2つ描く。なんとなくわかったから、もういい。なんだ、数学嫌いだったのか。ここですね。あとは左右から約8ミリメートルの切り込みを入れたら下書きはおしまい。よかった。きっとさっきので離脱した視聴者さん多いぞ。で、さっきの下書きを切ってみると、こんな感じ。わかった。この上にアルコールランプを乗せるんだ。そう、紙じゃ弱いから、下絵を型にしてブリキで作ってみた。セリアで売ってる110円のやつだね。そう、あれは工作材料としてとっても便利なのに最近は品薄だ。物価高騰の影響かな。見つけたら買いだめしとかなきゃ。どんなハサミでも切れるの。刃が丈夫なのが切りやすい。猿はキャンドゥの庭木の剪定用バサミを愛用している。できました。そうそう、ハサミは使い方間違うと切り口が汚くなるから注意してね。猿も時々逆に使ってしまう。ふん。はい、完成。ヘリはペンチで折り曲げたので強度が増したみたい。だから左右にずれて落ちないんだよね、これだったらね。これね、はまった状態になってると、これ入れられないから、こう乗せて、ちょっと横にするとね、カメラのためにこんな感じで乗っかってる。そうするとできましたね。見えるかな。でこれね、上は多分熱くなると思う。まあキャンドルランタン何でも一緒だけどね、こういう風にね、ちょっと見せると穴が開いてるからさ、こっから熱が出てくるんだよね。結構熱いんだよね。キャンドルじゃないしね、これね。いいね。こう、少々揺れてこう動いてもね、こういう感じ。だから落ちることはまずないかな。あ、そういえば今日ね、セリア行った時これも買ったんだよね。香りで虫よけ。っていうなんかキャンドル、なんかすごい色してるけどね。これはね、武田コーポレーションというね、一応ジャンコードね。でこれもまたこの上に乗っけて、でいいじゃない。いいじゃないですか、こういう感じ。またちょっとね、実際に燃やしてるところを撮影はしようと思います。虫よけバケツキャンドルで4時間燃えるそうです。店頭にはね、バケツもね、3色ありました。黒とか緑がね。色はね、赤いのとか色々カラフルだったんで、結構可愛いんじゃないですかね。あとこういうね、よくあるキャンドル。ティーランタンとかのね。
こういうやつだったら、もう最初からこういうふうにはめといても、横から入れれるので。これ一番楽だよね。一応ここに引っかかってはくれるので。まあこれでもいいと思いますね、全然。安いしね、10個とか15個で110円。まあいずれもね、ちょっと皆さん見たいだろうから、後でね、外でやってみますのでね。外で点灯して分かったことは、グローブがないと炎が不安定だということ。当たり前だな。この時はほとんど風吹いてなかったのに、かなり炎が揺れるし、思った以上に不安定だったんだ。で、グローブ作ったの？そうなんだ。セブンイレブンで買った炭酸のペットボトルでやってみた。確かになんとなくグローブと形が似てそうだね。結構適当なんだけど、ペットボトルの模様を目印にカッターで切ったり、ある程度メジャーで長さを測って切った上で、最後に切り口はハサミで整えてみた。そして筒状になったペットボトルを縦にハサミで切って広げたら完成。ちなみに最初はグローブガードの内側にペットボトルを入れたんだけど、そうしたら丸まっちゃってダメだったので、外側につけてみることにした。で、使った結果はどうだったの？うん、見ての通り。と、これいいじゃん。ペットボトルって燃えないの？猿は6時間使ってみて大丈夫だったけど、炎が直接当たると当然燃えてしまうから、ガラスで作った方がいいね。なんか良さそうなグローブはあるの？いや、まだ見つからない。思い当たる視聴者さんがいたらコメントで教えてほしいな。相変わらずだな。そういえば昔は提灯行列のお祭りでも、子供がろうそくを倒して紙でできた提灯が燃えるハプニングがよくあった。大惨事だな。大丈夫だったのか？っていうか一晩に2、3個は提灯燃えてたから、昔はそれが普通だったんだよ。もちろん燃やしてしまった本人はかなり焦るけどな。子供の時にそういう経験をしてると、将来は逆に火に対して用心深くなりそうだな。まあ都会の住宅地だと提灯が燃えただけでも消防車がやってきそうだから、今は難しいんじゃないかな。そっか。けれどキャンプを通じて火の危険性とか学べれば子供の教育には良いと思うけどね。そうだな。すっかりうまくいったので、これで気を良くした猿は家のいろんな場所に吊るしてみてランタンの雰囲気を楽しんでたみたい。これは何？ダイソーの園芸コーナーで売ってた何かのフック。多分フラワーハンギング用のやつだと思う。これも使えるの？まあ自己責任だけどね。それからこのランタンはとってもヴィンテージで雰囲気がいいから、ランタンハンガーよりもトライポッドが合うと思って試してみたんだ。そう、キャンドゥのトライポッドなんだけど、アルミで軽くてコンパクトなので持ち運びも負担にならない。で、持ち運んだのか？そうなんだ。例によって昼ご飯は公園で外飯したんだ。楽しそうだな。ただ最近はすっかり虫が増えてきたので、出かける前にセリアの虫よけキャンドルと虫よけスプレーを準備した。効き目あるのか？左側のは虫よけ成分が右側の3倍も入っているから、やっぱ安心だね。あと公園ではセリアで買った虫よけキャンドルも併用してみたんだ。虫よけキャンドルでもこんな風にして使えば結構おしゃれな感じで雰囲気楽しめてよかったんだ。なるほどな。確かにバケツの中が燃えてるよりはおしゃれだな。お昼は味噌煮込みうどん作って美味しくいただきました。いつもの場所でいつもの外飯なんだけど、気温が20度で快適だし、虫よけランタンがいい感じで、とにかく最高だった。仕事が詰まってて泊まりのキャンプに行けない時でも、こういうひとときがあれば癒されるな。うどんが入ってないけど。うどん入れるところからカメラが回ってなかったんだ。ということで2回にわたって980円というかなりコスパの高い金属製ランタンシェードとグローブガードをご紹介しました。もともと猿がこのレトロソーラーライトを購入した時は、電動工具などを活用して工作する気だったのですが、幸い LED 電球のガラス部分が外れたので、最低限必要な工作だけで使える方法のご紹介となりました。工作はあまり得意ではない方にとっても何かの参考になれば幸いです。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かった方は、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。気温20度前後の爽やかな季節がまだまだ続きます。週末に雨が多いのは少し気になりますが、視聴者の皆様、
楽しいキャンプライフをお過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。